亀谷貴正の血統の教室。では有力馬を分析していきましょう。はい、お願いします、はい。アーモンドアイですかね。はい、うん、戦二的な追走も厳しかったですよね、うん、あと枠も外枠不利でしたし、安田記念、はい、はい、あとはドバイから帰ってきたばっかりですしね、まあ、いろいろ合わない部分がある中での3着、うん、まあ、絶対不利だと思いましたしね、はい、だから勝ち馬のインディーチャンプ本命にしたんですし、はい、はい、うん、まあ、今回も一番人気なんでしょうけど、はい、巻き返すんじゃないんですかね、うん、うん、続いてアルアインですか。アルアインですか、はい、アルアインはためトップスピード勝負じゃないですからね、うんうん、そのインコースをスピードを持続して残るみたいなタイプですから、はい、パワーが武器のディープインパクト3区ですよね、はい、これ大阪杯では評価したんですよ、はい、まあ、ディープインパクトってクラシック勝ったまま小馬になって燃え尽きるとあの、はい、よく言ってますけど、はい、それって結局直線でトップスピードを出すタイプのディープは柔らかさが武器なので、はい、小馬になって硬くなるとパワーが出てくると、はい、若い頃の瞬発力が出せなくなるというのが、うん、あのボバね、ディープのボバは、はい、あの小馬になっていまいちな理由なんですけど、はい、この馬の場合はもともとパワーで勝負している馬ですから、はい、うん、ただそのパワーが天皇賞で生きるかっていうと、はい、ちょっとどうでしょうね。あ、なるほど。で、同じディープインパクト3区でダノンプレミアム。そうですね、これも馬力型のディープですからね、はい、直線のトップスピードっていうタイプではないんですけど、はい、まあ、マイル実績はありますからね、うんうん、続いてワグネリアン。そうですね、この馬もパワー型になっちゃったんですかね。あ、そうなんですね。パワー型になっちゃったって、もう走りを見てると一時の瞬発力、まあ、トップスピードというか、まあ、ダービーが勝つには勝ちましたけど、はい、うーん、そんなに強い内容ではなかったので、あの逆に小馬になって伸びるのかなとも思ったんですけど、なるほど、まあ、実はダービーで完成し、ダービーの瞬発力が完成形だったとかなと。なるほど、うん、勢いのあるディープ買うのが基本ですからね。あ、よく言われてますね、はい、勢いあるけど、あ、そこ難しいですね。勢いあるけど反動が出ない程度に勢いがある方がいいってことですよね。まあ、ワグネリは全くないですからね、はい。で、続いてスワーブリチャードハーツクライサンク。そうですね、はい、タイプとしては合ってると思うんですけど、はい、まあ、いいんじゃないですか。スワーブリチャードハーツクライサンクでも短縮にいいハーツクライサンクっていうのもあるんですか、うん、まあ、これスワーブリチャード、そうですね、マイル向きで実際に走ってますよね、はあはあ、はい。ユーキャンスマイル、ユーキャンスマイルですか。ハメハメハサンク、まあ、ユーキャンスマイルはマイル的な要素が薄いですよね、はい、うん、このレースで大事なマイルのスピードっていうんですか、先ほど言われた、はい、それがちょっと不足はしてますよね、うん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 、これでまだ前に流れに乗るような馬だったらまた違うんですけど、はい、ラブリーデーとかはね、同じ配合で、まあ、あれは先行して流れに乗ってくれる馬だったんで。あ、はいはいはい、続いては、まあ、サートルナーリアね、はい、まあ、マイルの新馬戦勝ってますしね、はい、お母さんのシーザリオも、マイルでの G1 でも走りましたし、まあ、お父さんのロードカナロアはマイルの G1 も勝ってますからね。おお、はい、うん、そりゃ合いますけど、走るとは思いますけどね、うん、結構ジョッキーが楽しみですよね。サートルナーリアとかって出すんだったらスミオンでしょ、はいはい、うん、それもどうなるのかなとか。めちゃくちゃ上手に乗ってますからね、シーザリオ一族を、はい、スミオン。あ、なるほど、うんうんうん、どれを出してくるのか、どれを引っ込めてくるのかとかねどのジョッキーを乗せてくるのかとかね、まあそういうのもあると思うんでね、そこら辺も踏まえつつ、まあ、血統は、はい、血統は評価は変わらないですから、はいはい、あとは当日そういうのも考慮して、楽しんでいただけたらと思いますけど、はい、はい、亀谷さんありがとうございました。ありがとうございました。